カスフィッシング、大人から子供まで楽しめるそのゲームフィッシングは、これまで様々なパターンや理論が確立されてきた。だがそんなバスフィッシングの常識に真っ向から立ち向かい、ビッグフィッシュのみを仕留める孤高のアングラーがいる。その男の名は木村健太。彼がなぜでかいバスのみを釣ることができるのか、それは人とは違う常識外れのアプローチをしているからに他ならない。そう、彼は唯一無二のビッグバスハンター、カウンターアングラーなのだ。常にセオリーの逆を行くカウンター。今回の舞台となるのは関東地方屈指の人気バスフィールド、千葉県亀山ダム。まあカバーにフロッグとかバックスライドとか打ち込んでデカバス釣っちゃおうって魂胆だろうな。まあ14回も放送すればキムケンの釣りが大体分かってきたぜ。ん？ちょっとなんだこれ、めちゃくちゃ減衰してねえか。うおーい、桟橋半分干上がってる。おいおい満水野郎、これどうするよ。得意のカバー打ちなんて絶対できないじゃん。おはようございます。今回のカウンターはですね、まあ、カウンターでは2回目になる亀山ダムです。まあ、ただ亀山ダムといっても、まあ、今回の亀山、実はちょっと僕の知ってる亀山とは若干違います。っていうのも減衰気味ですね。僕が今まで亀山に来てたんで割と満水状態、カバーゲームができるコンディションだったんですけども、今回に関してはカバーを封印されてます。なのでもうこの減衰状態かつこのドンテンね、ローライト、まあ、この状態で何ができるかなと。まあまあ、基本的に僕満水野郎なのでカバー絡んでなんぼみたいな釣りしてるんですけど、まあ、今回はちょっと違う一面をお見せできればいいなと思います。まあ、とにかく目標はでかいやつ、頑張ります。2017年の初夏、この年の房総半島は梅雨時にもかかわらず水不足に悩まされていた。そのため春から満水だった亀山ダムの水位は下流域の田畑を潤すため放水を開始。取材日の数日前からボートハウスの営業が危ぶまれるほどの大減衰に見舞われていたのだ。湖岸線を覆う豊富なカバーが魅力の亀山ダム、この状態でどんなゲームが楽しめるのか、狙いは一つ、亀山マックスのモンスターだ。はい、というわけで朝一、まあ、今回は下流から出てるんですけど、どこにいるか分かってないです。今位置関係がちょっと分かってないんで、今マップ見ながら見てるんですけど、まあこのローライトコンディションなんで、なんつうかな、これを活かせる場所選びっていうのをしていこうかなと思うんですよ。いつもだったら結構亀山ちょっと濁ってて壊せやすいなみたいなところをチョイスするんですけど、まあ今日はあえてそういうこだわりは捨てて、なんていうかこのローライトだからできることっていうのを、まあ、ちょっと引き出しやった方がいいかなと。まあ、亀山のすごいゲーム性の高いところっていうのはそこだと思ってて、コンディションでガラッと変わるんですよ、魚のなんていうか反応の仕方が。なのでそれに合わせた釣りをできるようなエリアチョイスっていうのをちょっと心がけて魚探していきます。っていうかすごいよな亀山、こんだけ人いるって。おお、もし今足元で40ぐらいのポッついてボイルしましたけど、多分若さに食いましたね今の。ね、僕に釣れる魚じゃない。まずねスピニング積んでないです今日。どっちかっつうと黄色食いのバスを狙います。わ、そこもボイルしたな今。しまったな、ホロベリー持ってきたよかった。ここもほらボイルこれ若さにパッターンです。どうしようかな、これちょっとあまりにモジモジしてるから、なんか投げます。なんか投げるけど多分ねベイト、マッチザベイト的じゃないので
食わないと思いますけど、ラットでとりあえず朝一、まあ出たラッキー程度にやっています。多分出ないです。で実はこれスリザーラット、去年からだいぶ形変わってます。なんかテールにペラついたりとかゾンカーつけたりとか、まあ、まだちょっと試行錯誤中なんですよ。ただまあやっぱりあのトップウォーターである以上、ちょっとカチャカチャいう音ね、カチャ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 って、まあ微妙な金属音っていうのが欲しかったんで、まあ、去年よりかはちょっとノイジー寄りなものになってます。これでとりあえずカバーンって出たらラッキーやけど、多分出ないですこいつらは。なんか食い方がワカサイ食ってますみたいな、チュポンみたいな感じなんで、もうすでにスピニング積んでないことを後悔してます。この辺結構ねワカサギパターンエリアやと思うんですよ多分。なんかみんなスピニングでなんか浮かべてはるん。にしてもやっぱ亀山驚きですね、魚多い。やっぱりなんか奇跡のリザーバーです。こんだけ人がいてまだこれだけ魚がいるっていうのは。はい、諦めます。ルアーが強い。しかし沖はバスのもじりがすげえな。ここはやっぱりスピニングで愛字系使う状況じゃねえの。まあとにかくこの大元帥の亀山ダムでどんな風にカウンターフィッシングをはめるのかしかと見せてもらうぜ。まずは笹川方面へレッツラゴー。ここな、なんていうか、あ、松下ボートさんの前ですね。なんかね思ったより浅いんですよここで。僕こっち方面亀山全然知らなくて、実は何がどうなってるかわからないんですけど、なんとなくギュッとここ浅くなって、でちょっと湖の幅がボトルネック状にギュッと狭まってると、で浅くなってるってことは流れが通ってるってことはバス溜まってるっていう、あのすごく安易な発想で、一回コンツァージグ2分の1オンスにパウウィグラの組み合わせですね。まあちょっとこれでジグスト気味に狙っています。ジグストってまあスイミングね、ちょっとそんな甘ないとは思うけど、しかもアプローチ甘すぎやけど、これちょっと岩がそこゴロゴロゴロっと転がってるんですけど、これがどういうものなのか知らないですけど、なんかベイトがいるのは間違いなさそうなので、あえてね今ちょっと2分の1オンスなんですよコンツァージグ。8分の3でもいいんやけど、ちょっとスピードリアクションを使いたい。要はあのちょっとスピードを出して、まあ、リアクション気味にあまりルアー見せすぎないように引いていきたいので、あえてちょっと重めをチョイスします。なら8分の5でもいいかなと思ったぐらい。っていうのも結構普段から魚追いかけ慣れてるバスなんで、多分ね、あんまりじわっとルアー見せすぎると偽物ってバレるので、プラスちょっとこういう岩ね、ボトムにある岩をブルンと絡めてリアクションスイッチを押したいので、やべ釣れそう。おいいなあ、青子も出てるやん。すごい水が栄養素高いんでしょうね亀山。あ、怒って一概に悪いことだらけじゃなくて、結構不栄養化、まあ栄養素の高い水を表しているので、僕はあ、怒出る湖好きです。うわ人をマジで 1,2,3,4,5,6,7 台、8台いますね。8台ですよ狭い範囲に。すげえな亀山人気。おい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 、だからここ平日でもめちゃくちゃ人が押し寄せる亀山ダムだっつーの。まだ引き返せるから車からスピニングタックル持ってこい。
ってか進んでる。ボイルとかあんだから町田ビートとかやんねえの。一応なんですけど上流岩盤みたいなとこやっときますね。まあ、まだ上流っていうほど上流じゃないんですけど、でも実質ねこっからもうだいぶ浅くなってる状態なんですよ。なのでまあとりあえずサーチベイト代わりにスリザーラットですね、まあ、これを普通に巻いて使います。本当の手探りなんで今。あんまりシェードカバーじゃないんですよ多分今日はね。なのでほらねこっちですよボイルした今シャバーンって。なので気にしないことにします。多分沖川にいるやつはワカサギ食ってるから多分そんなにでかくないんですよね。ワカサギ食ってるやつ亀山って多分4パチ来たらいいとこやと思うんですけど、一応50アップ釣りたいのでこういう釣りで押し通します。とりあえず初日はあくまでも強気でトライしたいみたいだな。よしもここは任せた。一発頼んだぜ。カウンターアタック。ローライトそして減衰でカバーが消滅。フィールドにバスの着き場がなく湖を動き回りやすい状況でキムケンが用意したのはこれらのルアーである。果たして亀山モンスターを仕留めることができるのか。いざ勝負じゃい。引き続き岩盤エリアをスリザーラットでサーチだ。浮いてるビッグベイトなんで僕の中では普通のロアじゃ見切っちゃうようなやつでもこれなら食うっていうタイプのものです。沈んじゃうとどうしても冷めちゃうんで、カメラ伸ばすなんてとてもプレッシャーかかってるんで。こいつはトップで使うビッグベイトってわけか。そう考えると釣れる気がしてきたぜ。なんかボイルしてない。やっぱここね徐々にボイルが岸に寄っていってるんで悪くない気がする。そして岩盤から土に変わるポイントに差し掛かった。立ち木もあって今にも出そうだな。おい、チーズしちゃ怖いな。ちょっと一回ロアチェンジします。これはこれで後でやるとして、ちょっとね今基本的にもうちょっとスローに引いてこれるものの方が良さげなので秘密兵器投入。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。